はい、お疲れ様でございます。銭形平次システムの続報です。先日ね、この銭形平次システム、今年の1月あたりに100ドルでスタートして、放置しておくとそのままお金がどんどん100ドルから110ドル120ドルという増えていくっていうことなんで、120ドルになった時点で120ドル全額を下ろそうと思ったんですけどもね、下ろせなかったんですよね。そのことを前回の動画でお話しました。なんか10ドル単位で下ろせるんだったら、100ドルが120ドルになった時にはい120って感じで下ろせれば気持ちよかったんですけども、なんとね、出金は100ドル単位なんですよ。だから20ドルがご覧のようにバーチャル上に残ってですね、で自分で手出しの100ドルが戻ってくるだけ、しかも 5% 差し引かれるんで95ドルになっちゃうんでね、まあ1年弱かけて5ドルの損ということになりました。このバーチャル上の20ドルはどう考えても100ドルにならないと思いますんでね、うん、まあでもいいわと、元金に近い額だけでも取り戻そうと思って、この前出金申請かけたんですよね。そうするとね、100ドルがバーチャル上のこのウォレットでは減ってるんですけども、私の銀行口座に1ヶ月ぐらい経った今でも入ってこないんですよね。どこに行っちゃったんでしょうか。この100ドルですらむしられたということで、実はこの銭形平次システムね、これルパン三世システムだったんじゃないかなみたいなね、このカリオストロの謎ですよこれは、あの100ドルですら全然返してくれないみたいなことが起きてしまったんだよなこのかってことで、なんかラックトリプル8とかね、レイナインを思い出させるような、そんな雰囲気がしてくるわけですけども、いやこのね、銭形平次システムスタートした時はなかなか期待して情報もあったんですけども、なんだかそのアナウンスがどんどん閉じられてきてね、情報もなくなってきたんですよ。まあこうなったらお問い合わせフォームで、私の100ドルどうなったんでしょうかっていうふうにね、記入してちょっとこれ問い合わせてみようかなと思いますね。100ドル分の、まあ、NFT を買ったっていう件なんですけども、その NFT をまたこの会社に売ることによって、私がね、最初にお支払いした金額が戻ってくるってことだったんですけども、どういうことなのっていうことをね、この度こちらのフォームからお問い合わせしてみようかと思って今記入しているところです。まあこんなところでいいですかね。買取申請を出した NFT が現金化されてませんみたいな件名と、あと問い合わせ内容が恐れ入りますが件名のことで、先日100ドル買取お願いして、ステータス上で100ドルは差し引かれているわけなんですよ。先ほどのね、20ドルになってるわけですからね。まあでも当方の銀行口座には全くお金が入ってこないんで、これは一体どういうことなのってことでね、こちらの方に記入して送信しておこうかと思います。一応こういう風にね、面倒くさからずにことを起こすのが大事なんですよね。ただやっぱりね、100ドルつっても1万円ぐらいのことですからね、そのぐらいのことで繰り返し繰り返し、しかもこの半年以上かけてやる労力ってことを考えたら、まあ結局ね、何もしないでお金が増えるというよりも、あれこれしてお金が減るみたいなことになってしまいかねないなというところで、今回の一件ここまでにしておこうかと思います。はい、まあいろんな経験をすることでね、いや、いろんな備えができていくっていうことにつながると思いますんで、これもまあ無駄ではなかったかなというふうに思いますよ。それじゃあまた。